ッツ飯塚翔太選手に直撃してきました。埼玉県熊谷市にやってきました。今日ここで飯塚選手の 200m のレースが行われます。リオオリンピックに向けて一体どんな走りを見せてくれるのでしょうか。日本の陸上短距離界のエース、ミズノ所属、御前崎市出身の飯塚翔太選手、ロンドンに続き2度目のオリンピック出場を目指しています。今月22日、埼玉県熊谷市で行われた東日本実業団陸上競技選手権大会、男子 200m に出場した飯塚選手、前日の 100m でリオデジャネイロオリンピック参加標準記録を突破し、今絶好調のケンブリッジアスカを振り切り20秒46の好タイムを出しました。すでに飯塚選手は参加標準記録を出しているため、6月の日本選手権で優勝すればオリンピック出場が決まります。現在コンディションいかがですか。今すごいいい状態なので、練習も計画通り進んでるんでいい感じです。昨年はちょっと怪我もそうですね、はい、で、まあ、昨年1年振り返るとどういった1年でした。 200m を気持ちよく走れたっていうのが1回もなくて、で結局最後怪我をしてしまったっていうので、まあ、悔しい年でしたけど、今年のこうフォーム改善とかきっかけにもなってくれた年でもあるんで。怪我をする前と後ではフォームを変えた。そうですね、今までの回転よりも大きい足の運びをして、体重の力を使って地面に力を伝えるっていう足に変えて、それが今うまくいってます。それがまあ先日の静岡国際、はい、まあ、成功グランプリもそうですけども、結果につながっているんじゃないですか。いや本当にほっとしましたね。やってきたことが一つ形になって結果も出たので嬉しいです。そこで静岡国際陸上のレース映像を見ながら自己分析してもらいました。まずはもうここですね、はい、あスタートの位置からかなり落ち着いてスタートにつけてるんですよ。そこが一ついいところですね。スタートすごい低く出てて、はい、このスピードを上げすぎないように徐々に徐々にスピード上げてって、 楽な気持ちで楽な、そしたそうですね、力を使わずにここまで曲がったところですね、はい、だん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 スピード上げていって、足の回転もだんだん速くしていくようなイメージでここまで走れたんで、ここで僕はすごい余裕があるんですよ。ここのコーナーを曲がったところでサニブラウン選手見てた。そうですね、あ来てるなっていう風にもうそのちょっと戻すんですけど、はい、ちょうど彼が見えたのが、はい、このぐらい、このぐらい、このぐらいですね、カーブに入る前このぐらいで見えてコーナーで、はい、このぐらいであ来てると思って、でも僕楽に走ったんで、そこに焦りはなかった。なかったですね。こっから行ってやろうっていう、こっから行ってやろうっていう気持ち、しかもすごい力まず、そうですね、力まずリラックスできてたんで、練習通りですね。練習通りですね、はい、入ってこっから一気に彼を抜いて、はい、あ最後まで足の回転が落ちなかったんですよ。お、はい、だからペース配分としてはかなり良かったですね。で結果的にサニブラウン選手も振り切って、はい、そして飯塚選手にとって新たな武器が誕生しました。飯塚選手も開発に携わった新しいスパイクです。すいません失礼します、はい、え軽いんですよ。軽いですね。こんだけ軽いんですけど反発が強いんですよ。このスパイク重さは左右合わせてもおよそ 260g。 ミズノに入社する前からスパイクの開発に携わることが夢だった飯塚選手、その希望が叶った一足です。このスパイクを履いて出場した5月3日の静岡国際陸上では20秒38で優勝、そして8日の成功ゴールデングランプリではカナダのアーロン・ブラウン選手に敗れたものの日本人1位の20秒40をマーク、怪我を克服し復活の狼煙を上げました。まあ、これから6月に日本選手権があります。そしてその先にはリオオリンピックがありますけど、そのあたりの意気込み、気持ちっていうのはどうですか。あの日本選手権で優勝して、もう力を見せつけて優勝するのと、でそれでオリンピックでは決勝を個人目指して DJ ではメダルっていう目標があるので、まあ、それに向けてはすごいいい状態で練習できてるんで、今本番が楽しみです。19秒台を走れるように頑張ります。カメラに向かって、はい、ぜひあの静岡のファンの方に、はい、メッセージを、はい、お願いします。こんにちは、水野飯塚です。今年は本当に順調に来ているので、オリンピックの舞台で元気に楽しく走ってる姿を見せれると思うので、あの楽しみに待っていてください。またオリンピック決まったら報告に帰ってくるので、その時はまたよろしくお願いします。頑張ります。
いや、巻き戻し解説やったね、今ね。斬新でしたね。このちなみに飯塚選手はですね、体脂肪が 4.5% なんですよ。すごい。すごいですよね。そのパワーアップした体で、この走りでリオオリンピックへの道を切り開いてほしいなと思いました。